パン蔵の椿るみ子です。美味しいパン屋さん巡りの今日は、武蔵境編です。米粉 100% の米広さんのパンをご紹介します。はい、今日は、あんパンです。粒あんパンと書いてありました。なんか白くて、もっちりしている感じですね。なんかおまんじゅうのような、イメージです。じゃあ切ってみます。おお、こんな感じであんこが入ってます。では、あ、おまんじゅうみたいですね。これやっぱりお餅なので、お餅とかもち米みたいな感じですね。米粉 100% のあんパン、どんな感じでしょうか。あ、うん、おまんじゅうです。これパンですけど、パンな感じですけど、おまんじゅうみたいな、うん、初めて食べました、こういう感じ。あんこも多分これ手作りですね。塩が効いて甘み控えめで、これは市販の あのあんこを仕入れている味じゃないです。いいです、美味しいです。おまんじゅうを食べているような、パンを食べているような、二度美味しいみたいな、そんなパンですね。はい、今日は、米広さんの粒あんパンをご紹介しました。